さあどうも良人と申します。久々のガンランス生産武器動画ですね。半重装アルダナブでございます。攻撃力320、紫ゲージ属性0の、回心率 20% の防御0、スロ1、百竜装飾金が2の通常型レベル7でございます。セルレギウスのガンランスではあるんですけども、過去作だとステップした時に、切れ味が回復するよっていう追加効果があったと、言われていますが、今回はね装飾品になっているので、ガンランスには効果がついていないということで、ちょっと弱体化、そういったところで弱体化されたちょっと悲しきガンランスでもあるのかなというところでございます。この武器はね、紫ゲージと回心率 20% っていうところが、非常に大きなポイントとなりますので、ここを生かした装備構成を作るべきだと俺は思いますね。武器スロット1なんでね、ちょっと厳しいのかなというところでありますが、現環境でいっちゃうと大体装備は革ね固定されてくるのかなというところで、とりあえず一旦簡易レースステータスこんな感じで、回心率をプラス 10% と攻撃力と、砲撃レベルを上げてですね、こんな感じのステータスで、やっていこうかなと思います。回心率、30% の、通常型レベル8の紫ゲージチョンって感じでございますが、もう現環境は基本的にはもう転移無法が、一番強いので、ガチで使うのであれば転移無法を作るしかないのかなと個人的には思っております。高い回心率を誇る武器なので、今回弱点特化はレベル2で、採用しておりますので、武器と合わせて 60%、 そして、見切りで 40% ですね。で合わせて100の、超回心レベル3採用している、通常型レベル、8の、ガンランス装備ができました。回心率 100% ですね。またはその他もろもろガンランスに必要なスキルを採用して、運用していこうかなというところでございます。転移無法もちゃんと忘れておりません。はい、ということで武器の、紹介は終わったんで、防具ですね、今回はリバルカイザーに風まとい、粉塵まといとスロ1一個、粉塵まといと、スロ2が1個ついております。で5石が、スロット22のガード線のレベル3と体力回復量アップレベル3ですねに見切りと合身つけてっていうところでございます。アルダナブンはね、癖がなくて使いやすいんですけども、スロット数が少ないので別この武器じゃなくてもみたいなところあるけど、性能自体はそんなに悪くないのかなと思います。装飾品はこんな感じでございます。現環境ではね、見切り達人種2が出ておりますので、見切り7で運用していくっていうのもそこまで、難しくないのかなというところでございます。今までねスロ2がかなり埋まってたんでしんどかったと思うんですけども、こんな感じでね今回装備構成、組んでおります。本当癖がなく使いやすいガンランスだと思いますけども、逆言えばこのガンランスじゃなくてもよくねえか感っていうのはやっぱ否めないのかなというところでございます。せめてね人輪磨きの効果がガンランスに乗ってくれるんやったらね、まだ評価が変わったのかなと俺は本当に思うよ。ちょっと悲しいけどね、セルレギオスの武器、せっかくオンリーワンの性能が過去作にあったのにもかかわらずサンプレークで剥奪されてしまったけど、使っていきます。さあということでやっていきましょうか。よろしくお願いいたします。さあ今回の敵は、バゼルギウスですね。最近よく買ってるんだけどバゼルギウス素材が欲しいからやってるんですけども、早速やっていこうかなと思います。罠バッチリ仕掛けるタイプだね。とりあえず、テイム無法圧倒させないと話になりませんので、ヒット数稼ぎならやっていこうかと思います。お、危ない。フルパレットファイヤー打ってフルバーストまで行きたかったんだけど、ナイスー。これも粉塵まといのヒット数も稼げて、合身ダメージも合身のゲージもね貯めることができる。いい。テイム無法発動しましたので、ほら、いい、軽く通る。叩きつけて、ひるんだね。もらいます。あれいねえ、まさか移動するとはな。一旦逃げていいですか。テイム法発動終わっとるやないかい。離れすぎたな。大丈夫、離れても大丈夫。私にはフルバル待って、ブラスダッシュがあるからね。名前がごっちゃになってるが、はい、叩きつけて、ここ、いや火力悪くねー、マジでいい火力出てんだよな。ガード付きでこんだけ出るんやったら十分だべ。ほら叩きつけて、おい、ナイス、いきまーす。ナイス、はい、400オーバー十分だね、マジで。いきます。ここはフルバレットファイヤーです。いやー、おいー、しっかりとガードもしてね。ナイス、追いかけます。
あー当たってねー。よいしょ、叩きつけてどんどんループしていきます。手見方もういっぱいい、悪くないね。こっちあー合心あるけど、ちょっと合心あるけどまだ無茶した。大丈夫、先行だ。まああ、その後好きフルバレットファイヤーいただきます。あ、いいえ、どんどんいただけるものいただいて、あーっとテイム方が外れてる、距離が空きすぎたか。 OK ナイス、やっと今発動したか。 OK、 うーん、投げ払い当たる、当たりません。じゃあ後ろ回りましょうか。バック後方フルバースいきましょう。よし、投げ払い待ってたい。いいっす、問題ないっす文句ないっす、弾ないっす。あーやっぱいい火力出るなー、やっぱ肉質が柔らかい敵にはもうめっぽ刺さりますな。まあそれはアルダナブに限った話じゃないんだけどさ。ほーれ、あ、いい、もう近くにいるのってびっくりしてるだろうね。追いかけれますよ、ガンランスなら。しまった、コマンド間違えた。あ、そのブレスチャンスです、ありがとう。はあ、悪くない。さあ効果が切れる前にテイム砲を発動させて弾装填できてよかった。いきます。あ、いい、バック砲、あ、段差か、失礼。あ、いいダメージ、おお、やっぱいいダメージ出るなそこ、はい、バック砲ナイス、ループ挟んじゃおっかな。ちょっと距離離さないとフルバレットファイア当たんないからさ。あ、いい、定期的にね転移無法してるから切れじゃ問題ない。いや、やっぱこれ強すぎるわこの装備マジでマジで強すぎるわ、なんなんこのなんなんこのスキルマジで。こんだけ戦ってて切れ味まだ落ちてないですからね、回復してるから。さあナイス、さあ落ち着いて落ち着いて。いや、地裂弾にもしとけばよかったな、フルバレットファイアしか入れてきてないからな今回。おお、そっちでやる、もう一回打ちます。あ、いい、さあきっちりとフルバースト当てたい。よし、こっちに行きますか、横からジャイス、大丈夫、おし、対応できた。テイム砲がそろそろ欲しいですね。ここ防身あるんで大丈夫、キラージも回復固定強っ。はい、もう一回フルバースト、あ、強いわやっぱ。どーれ、投げ払いは、あ、いい、十分だね、爆発、ダメダメ、突進渡る、当たるけど、なんとかなったね。おい、投げ払って。あ、当たんねえ、ちょうど当たんねえ。叩きつける。400近いな、マジで。おーおー、とんでもないことになってる。どーれ。あー、ごめん。当てたい。よし。いい感じ、いい感じ。爆弾見えてるよ。爆弾見えてるよ。爆弾見えてるよ。怖いよ。オッケー、弾の装填がないけどテイム砲で発動、強いわマジで。おい、あー、ちょっと当たりすぎたか、この島とまたテイム砲は貯めないといけないけど、あー、その前に終わりましたね、ありがとうございました。いやー、この武器は悪くないね、バランスがいいから、多分戦えるけど、まあそうね、まあこいつじゃないといけない理由が今んとこないのかなっていうところでございますかね。いやー、マジ固定スキルだけ欲しかったかなっていうのは率直な意見ですね。次のアップデートで追加されたら面白いんですけどねということで、ご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。